そこだけ除染するのが普通のね、それだけですよ、今までは。だから、服とかなんかを除染しなきゃならないような人ってほぼいないので、今後服もいらないです。そうですね。数時間しか戻らないのに、どうやって。だから福島の方が鮮度高いわけで、この前福島も県庁とか行ってきた時に、福島はもうランニングランパンランシャツで走ってる人たちがいるわけで、こちらの人の方がよっぽど危険じゃないですか、どう考えても。だから、今日これからも復興会にも、伊予木部さんはじめ、こう、来るらしいんですけどね。現場感覚っていうのは分からない人たちが、官邸で既存のリスクを書き方したところで、我々には響かないし、逆に現実感もいかないわけです。で、我々の感覚でものを、ここに向かってやらせていただいて、そこを支援してくれるという形で考えれば、何の問題もなくいくわけじゃないですか。だから主体がどこにあるのかって、主役はやっぱり現場のね、住民ですよ。その感覚を忘れてもらうことがあるな。現場を預かるものは一生の感覚ですけどね。何が起きても一番困っているのは住民だし、国が一つ間違った方向で出されると、我々職員がみんな疲労するんです。問い合わせが殺到して、ネット上で叱られるのは職員たち、まあ、我々ですけど、職員が叱られるわけです。そこを、その体感温度を分からずにですね、いろんなことが当たるようであれば、我々が主役になってやるから、日本としても支援してもらえるように、問題も、今回も全く一流だけの問題もあるので、現場同士で、だから、自治体間同士のこう支援策がスムーズに、スピーディーにいくように、もう今までのように県に入って県同士で集まって自治体に下ろしてみたいな、そんな時間のかかることをやってる人はないんでしょうね。しかも伝言ゲームで全然違う情報に見つかって見えたり伝わってきたりしますね。うん、そこはね、もうちょっとスピーディーさと、まあ、実態把握をしっかりしてもらって、ね。いや、もう本当すみません、お時間いただきました。ありがとうございました。全力でサポートさせていただきますので。あ、はい。痩せたね。え？俺のバティーなんですよ。ちょっとバティーなんですよ。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。この時までは戻ってこれないから。いや、本当にどうも。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当はここからだ。また、問題にお邪魔します。またよろしくどうぞ。はい、ありがとうございました。どうも、失礼いたします。ありがとうございました。はい、ということで、何キロ痩せた？